おはようございます。ブーです。マリオメーカー買ってから、もう何ヶ月経ったかなって発売してからですね、2ヶ月ぐらい経ったんですか。いや、なのにね、こうね、追加されたね、職員ランキングじゃない。みんなでバトルモードをね、やってないんですよ、まだ。やりたかったんだけどね、やっぱ実況でやりたいから。なんか、マイカーとかやってたからね、なかなか投稿できなくて。そんでね、まあもう何だか2ヶ月ぐらい経ってしまったってわけなんですけど、やっとできる。やっとできるよ。これやりたかったんだよ、ほんと。おっしゃ、メンバー集まった。なんかこの人、なんかみんな、ちょっと待って、いかん。なんか自分の名前に自信がなくなってきたぞ。あ、ルイージ。初代マリオのルイージですね、今回は。なんか、みんなでバトンっぽいぞ、この BGM は。これでね、他人との競争試合でどれだけ早切りいけるかで勝負が決まった。はい、決まった、最下位。無理だ、もうこれ。無理だ、奴ら。走れ、走れ。とにかく、とりあえず、何このステージ。なんもわかんねえじゃん。なんか、下にいろいろいますね。あれはクリボーなのかな？クリボーの目の中に亀がいるのかな？クリボーが亀に食われてるのかな、これは。わかんねえわ、全然。死んだ。なんか死んだ。なんでだよ。なんで死んでるんだよ。意味がわかんねえよ。もういいよ、なんだかジャンプしてやるよ。ってこれ、なんだろう、この茶色いやつは。何、食われたクリボーなの？ハンマーブースに下の方から食われてってんの？かわいそうなんだけど。ゴールしてんじゃねえか。1位の人。じゃあねー、じゃあねいやー、このステージはねー、なんかすごかったね。ちょっと負けてる普通で。よし、対戦するメンバーが集まった。3人、また3人か。いや、ちょっと待って、なんかみんなさー、その服ってどうやったら着れるの？そういうの知らないんだけど。まあいいや、まあ別にね、服で勝敗決まらないんでね。一気パックン解放者パックン、なんだ、いつの間にパックンがポケモンデビューしたんだ。あ、おい、ルイージだ。おお、はいはいはい。ダメじゃねえか、おい。とりあえずパックンの解放者ねえじゃねえか、ほとんど。でもなんかあれですね、パック解放者はポケモンですけど、走ってる感じはなんというか、ポケモンのどこだろう、チャンピオンロード感がありましたよね、なんとなく。まあよかったんじゃないですか、ポケモンですよ、これ、ポケモン。うん。おお、ヨッシー。いやー、ヨッシーがフレンドなんですね、友達。いやー、まあ、誰がフレンドなのか知りませんけどね。ヨッシー、友達っているのかよ。マリオにはね、道具として使われるね、ヨッシーですけど。あ、ちょ、カツガネだ。おわーおいマリオ、え、何が起きた？ちょっと待って。あれなんだ、周りをよく見てなかった。ちょ、あのマリオ絶対許さねえ。もはや笑ってやるよ。笑えないんだよ。ゴールされた。うわお前そんなんで黒町できねえぞ。黒町できねえぞ、お前そんなんじゃ。フェイドって名前してんだけど、お前なんで誰の友達でもねえんだよ。だからマリオに捨てるんだよ。くそ投げやがった、投げて自分だけゴールしやがった。これがみんなでバトルか。生きり人情なんてあったもんじゃないですね。はい、メンバー決まりましたね。お、3人か。カリー様。あれだよね、うん、なんか要素がめちゃくちゃ混ざりすぎて誰か分かんないけど、あれ、なんかでもカリー様なんか強者の予感がする。誰がないか分かんないんだよな。まあいいや。あ、誰これ。あ、これなんか 上が正解かもしれんぞ。なんとなく上に。あ、これでもこれあれですよ。完全にダンダムですよね、結局。ジャンプジャンプ。あ、もうこれ違う、これ出しておいた方がいいわ。あ、どこだ。え、全部？全部正解？
あ、そういうことか。タイムアタックすぎる。きつ。は？あ、いける。なんでこれ買ってるんじゃない？今買ってるんじゃない？これ。あ、くそ、あー！妨害やろか、これ。なるほどね。わかった。言いたいことはわかった。あ、やっちゃった。なるほどね。そういうものか。うまくできとる。そうか。誰かがオンスイッチを押すことで、自分のオンスイッチの位置が変わって、おー、ゴールしたー！なんかこれできたー！はいはーい！なんかダイバーの死闘火の、ダイバーの戦いみたいになっちゃってるね、最後。見つめ合って。あそこが決闘が始まってもおかしくないな。でも決闘が始まりそうな状態でピースしたら、もう雰囲気ぶち壊しやな。いやー、よくできたね、これ。みんなでバトル。オンスイッチの妨害。いや、普通はね、もうみんなでね、互いに妨害し合うんですけど、生身でね。まあでも、妨害するための装置が合うっていうのは、なかなかいいですよね。よし、集まったな、集まった。ピーミアムね、この、名前長い人多いな。ね、ちょっとあのさ、左の人さ、完全に無職じゃん。完全に職を失ってさ、困った人じゃん。建設会社の人じゃん。あれだよ、年金問題だよ。完全にあれ、年金問題の弊害だよ。もはや笑うしかねえよ、これは。誰がピースイッチを押したらクリボーが降ってくるのは予想できたであろうか。ゴールいや、一発目だったね。あ、でも地味に1だと。クリボーダメだ。クリボーゼーンっていうね。難しいワールド。難しくねえよ。お前のワールド単純だよ。くっそ単純だよ。クリボーが降ってくるだけでくっそ単純だよ。だがそれがいい。いいね、いいね。さて、まあね。まあいい感じの一発出たね。まあ気持ちよくね。はい、というわけで、今回はここまで。それでは、また、この